ごきげんよう、ライチメカでございます。はい、今日は視聴者の皆さんに情報をお届けする動画となります。イエーイ、現在好評発売中の拡張パック無限ゾーンを購入してくれた方に素敵なプレゼントがあるキャンペーンを実施しております。その名も無限大なチャレンジキャンペーンです。おお、何でしょう。1ボックス購入するごとにミニカードボックスとプロモカードパックをプレゼントしております。なるほど。プロモカードパックの中身ってどういった感じなんですか。はい、全5種類の中からランダムに1枚封入されております。なるほどなるほど。はい、それどういったカードが収録されてるプロモパックなんですか。はい、まずは無限大な VMAX です。はい、お、無限大な VMAX、 これちょっとイラスト違うんじゃないですかね。違いますよね。はい、うん、無限ゾーンに収録されている無限大な VMAX とはまたちょっと違った感じでかっこいいですね。うんうんうん。あとあのロゴのマークというか、うん、プロモのロゴのマークが入ってて、うん、限定感が出てるというね、特別な感じがします。はい、じゃあ続いて2枚目です。ドン、無限大な V です。はい、お、無限大な V、 こちらも入ってるんですね、はい、プロモパックに。これもちょっと絵柄が違いますね。これ1ボックスあって、はい、プロモパックからも無限大な VMAX と無限大な V 出たら、はい、結構すぐデッキ組みやすそうですね。ね、無限大なデッキ組めますね。うん、じゃあ残り3種は、はい、ドーン、フーパです。フーパも入ってるんだ。はい、イラストは同じなんですが、ロゴが入ってて、うんうん、これもすぐデッキに使いやすい。まあやっぱ無限大なチャレンジキャンペーンってだけあって、無限大なデッキを組みやすいような種類のカードが今のところ多く見られますね。はい、はい、じゃあ4つ目です。ドーン、ガラルタチウスタグマです。ああ、やっぱアクタイプなんですね。うん、特性バトルーラーが強力な、いいカードですよね。はい、やっぱレアのカードとかもパックからあんまり出なくても、こういうプロモパックから出たら嬉しいですもんね。はい、最後はこちらです。ドーン、アクエネルギーです。なるほど、基本アクエネルギーですね。基本アクエネルギーです。これもどんなデッキでも使えるというか特別な光り方をしててかっこいいしね、ロゴが入ってたりするのもね、うんうん、ちょっと特別な感じがしていいんですね。こんな感じでこの5種類の中からランダムに1枚入ったパック、はいはい、そうです、がワンボックスごとにプレゼントと、うん、でプラスで、まあ、ミニカードボックスってことですよね。うん、皆さんぜひこちらをゲットしてみてください。うん、イラスト違うのかっこいい。はい、そしてもう一つあります。はい、2ボックス購入するごとにポケモンセンターのお姉さんのカードがもらえます。ドーン、ドン、はい、かわいい。え、これプレミアムキラーっていうことでね、うん、特別なイラストで描かれてて、うん、いいイラストですね。使っててテンション上がりそう。かわいいですね。うん、私これ絶対欲しいです。それでは皆さんも、はい、ぜひ無限ゾーンを購入していただいて、素敵なプレゼントをゲットしてみてください。はい、プロモパックといえば、今日本当はこの動画で無限大なチャレンジキャンペーン の、 あのパックを開封したかったんですよ。ああ、そうなんだ。でもポニータさんに頼んだら、なんか違う方のプロモパックを持ってきちゃったんですよね。せっかくなので、そっちの開封していきますか。あ、本当ですか。じゃーん、はい、こちらプロモカードパック第2弾となります。こちらは5月23日以降にポケモンカードジムの公認大会が一部再開しているんですけれども、そちらでもらえる景品となっております。全8種、はい、全8種入ってて、中にカードが1枚入ってるって感じなんですね。はい、ランダムで1枚入っております。開封していきますか。うん、どうやらこのプロモカードパックにもね、はい、今のところここでしか手に入らない新カードもあるそうなので、はい、そうですよ、ちょっと出たら紹介したいですね。うん、はい、お、はい、こちらがルクシオのカードが入ってました。あ、かわいい。これあれですよね、反逆クラッシュに収録されていたトップエントリーのルクシオ、うん、それのイラスト違いとなってます。いいね。ナースは何出ました。私は何出ます、はい、ニブニブが出ました。はい、これもイラスト違いということで、では新カード出るまでちょっと開けていきますか。はい、開けていきましょう。はい、出ました、出ちゃいました。おーおー、新カード、はい、こちらホットです V です。特性びっくりポットで、このポケモンの技の場で相手のポケモンから技のダメージを受けたとき、相手の手札から表を見ないで1枚選び、そのカードの表を見てから相手の山札の下に戻すという特性です。下の穴を抑え込みにするって相手を混乱にするそうです。うん、
今のところこのプロモパックにしか収録されてないポケモン V ということで、そうですね、なかなかレアなカードですね、すごい可愛いなイラストが。あ、これ新しいカードですね。ちょっと紹介しますね。はい、はい、越境グローブです。このカードをつけているポケモンの弱点のタイプと相手のバトルポケモンのタイプが同じなら、このカードをつけているポケモンが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージがプラス30されます。おお、ダメージを上げる系のポケモンの道具ですね。うん、まあ、今回のこの開封でね、紹介しきれなかったカードも収録されてますので、ぜひ皆さんでイベントに参加してプロモパックをゲットしてみてください。はい、大会参加にあたって感染拡大防止のためにこちらを遵守してご参加ください。はい、また当面の間店舗のねフロアスペースに収容可能な人数の半数程度に定員を減らしてイベントの開催となっておりますので、はい、まあ、定員に達した場合はねご参加いただけない場合もございますので、その点はご了承ください。はい、拡張パック無限ゾーンの購入キャンペーンについて、そしてポケモンカードジムの公認大会の一部再開の注意事項については、概要欄からトレーナーズウェブサイトをチェックしてみてください。はい、明日以降も拡張パック無限ゾーンの新カードを使った対戦動画等を上げていきますので、はい、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。はい、お願いします。それでは皆さん、良きポケカライフをお過ごしください。また次回。